土地元翔平は、北海道札幌市出身のノルディックスキージャンプの選手である。札幌市立富士の小学校、札幌市立富士の中学校、北海道少子学園高等学校を経て、2008年から雪印入業に所属する。小学3年生の時から、札幌ジャンプ少年団に所属し、同い年の伊藤健二郎と多くの大会でタイトルを分け合ってきた。 地元で開催された2007年、ノルディックスキー世界選手権札幌大会では、ラージヒル個人戦で、日本チーム最高の16位。団体戦では、銅メダル獲得に貢献。その後のノルディックスキージュニア世界選手権では、個人、団体ともに、銀メダルを獲得した。2007年のサマーグランプリ、白馬大会は1日目に2位、2日目優勝の成績を上げた。 翌2008年のジュニア世界選手権では、個人戦1本目首位に立ったものの2本目逆転され、またしても銀メダルに終わった。2009年のチェコリベレツで行われた世界選手権では、個人ラージヒルでは30位以内に入れなかったため2本目に進めず34位に終わったが、団体では1本目123.5メートル、2本目では127.0メートルの大ジャンプを決めて、 日本の2大会連続銅メダル獲得の立役者となった。2010年バンクーバーオリンピックの代表に、小中学校の時に同級生だったスノーボードの工藤公平と共に選ばれ出場。ノーマルヒルでは1回目で37位となり2回目のジャンプには進めなかった。ラージヒルでも45位で2本目に進めず、笠井則明、伊藤大輝、竹内拓と組んだ。 団体戦では5位だった。2012年1月7日の第53回雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会で宮の森ジャンプ競技場の罰剣レコードを更新する104.0メートルを記録。2017年2月4日の第29回 UHB ハイジャンプ大会で大倉山ジャンプ競技場の罰ンレコードに並ぶ146.0メートルを記録。史上初めて 大倉山と宮野森のバッケンレコードの同時保持者となる。2021年は国内公式戦で6年ぶりに優勝のほか2位1回、3位1回など安定して上位の成績を収めた。オリンピック世界選手権、フライング世界選手権、ジュニア世界選手権、ワールドカップサマーグランプリコンチネンタルカップ。ありがとうございます。